疲れ様です、土です。あ、おはようございます。あ、こんにちは。あ、こんにちはですね。こんにちは、土です。今日はこれから田山に行こうと思います。別段用はないんですが、用というかね、ちょっと工具を新しく、工具バッグを買いました。こういうね、こういうちょっと3種類あるんですけど、トネの工具バッグを買いました。工具バッグというかね、工具入れで、300の革の、工具バッグにちょうどというよりかはサイズちっちゃめで入るので、まあそれをちょっと入れたいなとちょっと思っていまして、まだね全体的な工具は届ってないんですけど、ひとまずちょっとそれを入れて、工具ボックスにしたいなと思っております。いつもね、なんかね、必要以上にサーキットに持ってっちゃうんですよね、工具を。なんか、備えやれば憂いなしじゃないですけど、何でも持ってっちゃう。でも実際一回も使ったことないと。まあこの間袖丸でクラッシュした時は唯一持っていった、なんだスロープと、まあ、それからジャッキは、まあ、僕の車低いんで、まあ、シャボタン用のジャッキ売ってるじゃないですか。あれのアルミ用のやつを持ってるんですけど、あれを使ったぐらいで、まあ、なので基本的に工具はなんとなくあんまり使ったことないんですけど、これはつくばでちょっと吸気のね、あ、そうそう、結局ねこの間つくばの不調は吸気のホースでした。僕フォグライトのところから吸気のパイプを設けてるんですけど、あの GT カーで使うような何ていうんですか、なんかオレンジ色のやつなんですけど、ゴムの耐熱のゴム、耐熱のなんかで、あれを使ってるんですけど、あれを吸気まで持ってきてるんですけど、あれじゃなくてちょっと新しいね、もうちょっといいやつをちょっと取り入れてみたんですけど、それ中にね、その普通はなゴム、あの耐熱のシリコンがゴムがあってあってるんですけど、その内張りに、なんだろう、さらにもう一枚、耐熱っていうのかな、まあ、銀色のなんかアルミっぽいような、シートがチューブ状に入っていて、でそれで、まあ、多分ねさらに吸気温度が熱に影響されないようになってる、ちょっといい感じでもあったんですけど、それをしたらそのなんですかね、すごい吸気をものすごい勢いでサーキットで吸気を吸ってるので、一般道で大丈夫だったんですけど、結局そのアルミのような中の、なんだろうな、内張りみたいのがちょっとこうクシャッとなっちゃって、結局空気が吸えてなかったっていうのが分かりました。なのでセンサーとかいろんなアクチュエーターとかではなくて、その、まあ、吸気の問題だったということが判明しまして、ほどなくなんだか原因が分からなかったんですけど、結局そこだったという、ね、まあ、逆にそういうちょっと取り、なんだろう、プラスアルファで取り付けたものをまず外してみて走るっていうのは基本ですね。一応なんかサーキットでつくばでね、コンピューターリセットしたりとか、またはパッツで抜いてみたりとかしたんですけど、まあ、症状は変わらずっていう感じで、ね、でもターボ効いてるんですよね。ブーストは効いてるんですけど、結局そのブースト以上は上がらなくてっていうので、まあそこを考えるとやはりちょっとあれかな、いいかなって感じ、あ、いいかな、ちょっとそういうところをやっぱり確認してみるのがいいかなって思いましたね。なので干潮になりました。もうバッチリです。暑いですね今日ね。いや暑い暑いで、もう完璧な状態になったのでと思ったんですけど、まあここはもう暑くて、今日もね外気温は低いの、まあかなり高い外気温だと思うんですけど、外気温の中でサーキットは難しいので、このね、例えばサーキット30度とか難しいので、まあ、そういうシーズンじゃないので、まあ、9月までね、ちょっとお預けですけど、まあ、その今はちょっとオフシーズン的にいますが、とりあえず心配事はなくなったという感じです。明日はね、ちょっとその300の箱根のイベントなので、まあ、それを考えてちょっとモディファイしたいなと思って田山に来てます。なのでそういうちょっと大きなモディファイじゃなくて、なんかラインを貼ったりとかね、あと工具をちゃんと整理したりとか、まあ、こういう時にね、そういう細々した楽しみはいいかなと。ちょっとね、その工具箱も紹介したいなと、工具袋も紹介したいなと思っているので、今日は田山に撮影しながら工具袋紹介したいなと思ってます。いや暑いっすね本当に。こういう日はダメですよね、車は暑くて。
車の中はいいですけどね、涼しくてエアコン効いてるし、暑い暑い。でもいい天気でいいっすよね、やっぱね。で、久しぶりの、なんだ、カーログ。カーログなので、あと何かあったっけな、最近。まあ、クラッシュして、袖ヶ浦でね、前ちょっとやっちゃったんですけど、まあ、ラジエーター以降、全然問題なくて、まあ、当たって、ガードレールは曲がったんですけど、そんなに思い切り当たってなくて、あとね、あと1メートルあったら止まれましたね。マジでそんな感じで、まあ、クラッシュゾーンっていうかね、そのエスケープゾーンか、エスケープゾーンが少ないの でしかも芝生だったので、道路外れるとね、道路っていうのサーキットのコース上外れると芝生だったので、芝生はもう摩擦がないからそのまま滑っていく感じで、まあ、そこがちょっと悲しいところで、まあそのままガーっていってしまったって感じですね。まあそれを考えるとね、仕方がないんですけどね。いやいや、でもね、まあまあ治ってよかったですよ、本当に。まあ僕的には、治って、なんかおすっごいな、羽がダウンフォース効きそうな羽がついてますね。バーフェンだし、すっげー深りますね、引っ張ってかっこいい。まあ、そんな感じで、その、なんていうんですかね、結局、綺麗に治ったんですよ、前はね。で、前にインタークーラーもついてるんですけど、インタークーラーのコアも、まあまあ、壊れてなくて、ちょっとだけね、なんでしょうね、少しだけちょっとこう傷が入ったんで、そこはね、ちょっとこう、なんだろう、塗っときました、黒く。そこだけね、本当はね、なんか耐熱塗料で塗ってあるんですけど、もともと僕のインタークーラーは。だけどまあ、黒く塗っときました。塗ってくれたんですけど。で、インタークーラーも問題なくて、なので、まあ、ほぼほぼ壊れたのは、下につけてたカーボンだけって感じで。なので、カーボンは新しくしました。まあ、この間、鈴鹿でカーボンぶっ壊し、リアのカーボンぶっ壊したのと、前のカーボンぶっ壊したので、まあ、それを考えると、まあ、前後、またカーボンが新しくなっちゃって、2セット目って感じで、もういい加減3セット目はないかなって感じで、まあ、ね。やばいっすよね、3セット目なんてね、本当に。まあ前後2セット目っていうところで、新品になったと。まあもともとね、サーキットはしてるんで、カーボンも結構飛び石とか食らってたんで、ちょっとだけですけどね、僕の場合。まあ、なんとなくそこがちょっと嫌だなと思ってたんですけど、まあ、そう考えると、結果的には、綺麗になったので、まあ、良かったかなと。そう思ってます。まあそうですよね。結果的にはね、なんかいい感じじゃないですか。全てがなんか綺麗になって、まあ、そう考えないとね、やっぱりやってられないので、前向きに考えてます。で、まあ絶好調なので、なんか走りもいい感じですね。やっぱりね、心配事がないっていいですよね。やっぱりなんかセンサーがおかしいのかなと考えてると、やっぱりちょっとあれなんで。まあ、この間のサーキットの、まあ袖ヶ浦のクラッシュ動画を見ていただいたと思うんですけど、結構ね、3台でバトルしていて、ヒーロー3台で、まあ、なかなかそのバトルがね、面白かったんじゃないかと、見てる人も面白いんじゃないかと、毎回毎回やって帰ってくる、ストレートに帰ってくるたんびに3台が、爆走してるわけですから、まあ、なかなかね、中を見てもらえると僕の車載で、僕がまあ後ろだったんですけどね、3台中のね、まあまあ、性能はほとんど一緒なので、まあ、抜かすってなかなかできなくて。なおかつ、なんでしょうね、加速も一緒だし、まあ、ほぼ同じように走るしかないんですよね、もうね。で、あれですね、その状況が僕の後ろからの車載で、前の2台と僕も含めて、どんなことがその中で行われているのかとかね、やっぱりコーナーってどうしてもこう意味つきたがるので、急にぐわっと来たりとかするところを避けたりとか、または途中ね、赤いアバルトオーバーフェンダー、バシ君がいきなりインカー、食い込んできたりとかね、まあ、なかなか面白いですよ、だからそういうのはね、まあサーキットだからすごい注意して走ってるので、まあ、いきなり来ても対応できるんですけど、そこはまあ面白くワイワイとかやってますけど、まあ来るなっていうのを分かりつつですね、まあそういうのがサーキットのそのみんなで走るのの面白さかなと僕
僕は思ってますけど、あ、そういうとこもね、お互い運転ずっと一緒に、運転というかね、サーキットのやっぱり走り一緒にずっと走ってるんで、まあ、お互いそのスキルを磨きながら走っているので、逆に考えるとあれですよね、安心してお互いに走れるかなっていう感じです。まあ、なのでね、昨日は、あ、その昨日じゃないやつ、なので袖ヶ浦はまあ楽しく走れたんですけど、結局ね、最後の1周でやっちゃいましたね、クラッシュ。まあ、ちょっとコースがなくなっちゃって、あそこね、1コーナー曲がった後ね、その2コーナーに、軽い2コーナーなんですけど、そこがね、なんでしょうね、逆に言うと、曲がり方がちょっと分かんないのと、ま、白線を引いてるし、白線が、その白線がなんかね、いまいちよく僕分かんなくて、結果的に曲がって右に曲がってるので、まっすぐ走ったら道がなくなっちゃったというのがオチで、で、左の2輪が脱輪して、そのまま、まあ、巻き込んじゃったっていう感じですね。まあ、僕の完璧なミスなんですけど、でなぜ内側に行かなかったかっていうと、内側にはその抜かした車がいたので、1コーナーで、その後1コーナーでクリアして、でその後に、まあ、すぐ右後ろにいたので、まあ、サイドミラー見ながら、あ、結構これやばいなとか思いながら、インに入れないなと思いながら、どうしようどうしようって言ってるうちに道がなくなっちゃったと、まあ、僕の完全なる、袖盛りでの経験ミスですね。まあ、しかし大事故には至らず良かったと思っております。まあ、サーキットはね、危ないっちゃ危ないですよね、そういう瞬間的なミスが。まあ、運転ミスっていうか、その例えばなんだろうな、コーナー曲がりながらなんかダメになっちゃうとか、そういうのはないんですけど、まあちょっとアンダーは出ますけどね、だけどまあそういうのはないんですけど、結局そういう、なんていうんですかね、まあ、駆け引きのレースになるとちょっと危ないかなっていうのがありますね。まあしょうがないですよね。でまあ綺麗に治ったのでよしとして、でその後まあつくばに行って治ったかな。つくばはね1ヶ月後だったんですけど、結局ね修理に1ヶ月ぐらい、パーツがなかなかね、直すのは早いんで、早く直してくれるんですけど、パーツがなかなか手に入んなくて1ヶ月かかっちゃって、でその他もろもろ、あ、そっか、バンパーもね、前のバンパーもちょっとだけ衝撃で元に戻ってるんですけど、なんだろう、少しこうひびっぽく塗装がなっちゃったんで、まあ、塗装の塗り直してもらって、だから全然綺麗なんですけど、でコアも全然大、まあ、そのフレームも全然大丈夫で、本当にぶつかって曲がった理由はカーボンが硬くて曲がっちゃったのと、あとはまあそういう感じなんで、ちょっとしかちょっとゴンっていっただけなんですよね。まあ、その前にスポンジのバリアがあったんで、まあ、それも病院であまり激しくならなかったっていうのがまあありますけどね。で、その1ヶ月かかって治って、筑波で走ったんですけど、まあ、アウトラップ一周走って、じゃあこれからっていう、まあ、動画見てみれば分かるんですけど、これからっていう時に1周目は12秒ぐらいで走って、まあ普通にね流す感じで12秒で走れて、じゃあちょっとだけと思ったら、まあクリア取れないんで、まあ台数も多いんでね、なのでまあちょっとなんか一緒に走ってる人たちを抜かさせてもらって、でまあなので全開で走れないので11秒ぐらいになって、ちょっとクリアっぽくなってきたんで、よしと思って走り出したら、やっぱりちょっと給気のトラブル、結局給気だったんですけどね、そのまあなんだろう、全然ブーストが上がらない病になっちゃったんで、それでまあピットインしちゃったわけですよ。でもね、その後デジスパイスを見たので、そのデジスパイスで自分のコースどういう風に走ったかとか、タイムとかどのぐらいのスピードで走ったかって見れるんですけど、まあそれ見てたら、まあ、12秒11秒、で 次はもう1秒ぐらい早くて、まあ、10秒台なんですよね。全然もうこう判断早い感じで、だからそのまま走れば10秒台いったかなって感じ で次走れば9秒台で、まあ、僕の心情としては2周目ぐらいに全開なんですけど、まあ、何せクリアは取れなかったんで仕方がないんですけど、まあそれでも4周ぐらいでまあ自分の目標は達成できて終わりかなと思ったんですけど、まあその症状が出て、結局、ね、それ以上走ってぶっ壊しちゃったら何だか分かんないからぶっ壊しちゃうとあれなんで、まあ止まっちゃいましたけど、ピットに入っちゃいましたけど、まあ軽くね、まあそれでも10秒はぴょっていきそうだったんで、まあ、10秒で行ってやめてりゃよかったなと、ひとまずね11秒でいいわと思ったんですけど、まあまあ大事に至らなくてよかったと
ね、空気が入んないのに一生懸命走ってもね、まあでもあと最終コーナーだけでしたからね、まあ行ってもよかったんですけどね。まあそれでも心配事が重なって、アクセル踏むんだけど全然ブーストかかんなくて 0.5 ぐらいしかかかんなくて、なので加速しないからシフトダウンするじゃないですか。だからもう本当に NA で走ってる感じですよね。まあ NA じゃないんですけど、なんだろう、なんとかギアをシフトダウンして加速していくって感じで、なかなか痺れたのとちょっとドキドキしながら走ってましたけど、なのでちょっと秋ぐらいになったら11月ぐらいにまたつくもあるんですよね。だからまあそこではね、普通に9秒ぐらいで、まあ、自分の、まあ、9秒ね、僕多分7か8ぐらいなんですよね。だから、まあ、全て9秒5ぐらいでちょっとだけね、コンマ1秒か2秒ぐらい速く走れたらいいな、9秒台でと思ってて、まあ、なかなかね、昔みんなでヤバルトで走った時は11秒で結構速かったんですよね。もう10秒なんておおって感じで、それが今ではもう9秒8秒多ですよ。だから2秒ぐらい速度が上がってるんですよね、アバルト。このギャレットになってからみんな。だから逆に考えるとタービンが高速向きになってきたのと、それからタイヤの性能が71から 71RS に変わったのはやっぱりでかいなと。やっぱりグリップすごいんだなというふうに感じますね。やっぱりすごいですよ、タイヤの性能は。あとはつくばは多分ダンロップのところとか、80R だっけな、なんかそういうところはやっぱりちょっと舗装を直してみたいなので、やはり速度域が上がってるんですよね、ある種。だからなんだろう、やっぱりそういうの考えるとアバルトの性能も上がって、なおかつタイヤの性能も上がってっていう感じで、すっごいそういう意味では危険な状態に入ってるって感じですね。みんな速度が上がってるから、まあ、本来アバルトの性能からいくと11秒とか10秒ぐらいだったのがもう8秒9秒になってるので、まあ、2秒ぐらい上がってるとやっぱり危険ですよね。コンマ何秒だったらまだいいけどね。それでなので、まあ最近はね、みんなであんまりタイムを目指さないで、まあ、9秒ぐらいでサクッと走るのが一番いいんじゃないかと。9秒ぐらいだったら結構真面目に走って9秒ですから、10秒ぐらいだと、まあ、適当に走って10秒な感じなんですよね、クリア取れても。だからそれもすごいですよね。前は一生懸命走って11秒10秒だったのに、今じゃね、なんとなく適当に走ってクリアも取れなくても11秒とかですよね。10秒とか11秒だったら、まあ、そういうの考えるとやっぱりすごいな、タイヤの進化はと思いますよ。なので、あ、まあ、そしたら300のコンピューターも性能が良かったのかもしれない。僕のはちょっとね、まあお試しで開発のを入れてもらったりとかしてるんで、まあ、そういうのを考えると、まだね、こういうのってほら市販にして壊れちゃうのもあるんで、まあどのぐらいの感覚が良くなるかとか、タイムでサーキットでどれぐらいタイムが出るのかっていうのは、まあちょっとね、そういうのをお試しで入ってるんですけど、まあ実験的に入れてタイムを出すっていうね、まあ、宿命はあるんですけどね。だからサーキット用にっていうチューニングで、一般の理由はどうかわかんないですけど、サーキット用にチューニングされたものが入ってるんですよね。でそれをまあ走ってコンピューターが良くなってるのと、あとはプログラムがね、それとあとはあれですよ、タイヤですね。でね、今ちょっとマイク忘れてました。マイクはね、ロードに変えましたよ。なんかシンコっていうね、ちょっとロードよりも安いワイヤレスマイクがちょうどアマゾン特価で出てたんで、マーク T さんとおおいいねいいねとか言って買ったんですけど、全然良くなかったですね。もうマーク T さんにクレームですよ。マーク T さんが今安いっすよって泣けたんで、おおとか思ってマーク T さんと一緒に買ったんですよ。その2つで、2人用話せるやつ、デュオだかデュアルだかってやつで、でそれ買って、あ、もうなんかサーキットで全開走ってるともうブチブチ言っちゃって音が切れちゃうみたいな。でね、マフティさんもともとね、ロードのワイヤレスの持ってたんで、お借りして、この間つくば走ったんですけど、もう全然切れないんですよ。どんなに走っても。さすがロード。まあ、ちゃんとね、いいもの買わなきゃダメですね。安物はダメだというのは、いつもマフティさんと言ってるんですけど、なんか変なもの買うと絶対良くないって。だからちゃんとしたものを、パチモン買わないでちゃんとしたものを買いましょうみたいな感じでね、言ってるんですけど、まあ、今回もね、お
もうそもそもマークティーさんがあれですよ、僕に安いのありますよって言ったから僕が、ああそうなんだって買っちゃったんですけど、まあ、結局それダメだ、マークティーさんもダメで、これ返品だとか言ってすげえクレーム出してまして、メーカーとかアマゾンとかいろんなところに、どうなったんだろうな、僕でも返品したいけど、なんかね返金はなくて、もうかなり時が経ってるので、なんか交換でもいらないんだけどね、もうねブチブチ言うんだったら、ロードはもうバッチリ素晴らしい。であれですよ、マフティさんと、まあダメだねなんて話しててね、なのでね多分今日も大丈夫だと思うんですけど、まあ、もうすぐ台湾ですけどね、暑い、36度ですよ今、36度ですよ、やばくないですか36度って。車も、まあ、水温は87度で油温が92度ぐらいですけど、まあ、車は大丈夫ですけどね、全然ね、やばいっすよ36度外気温、これはやばいな。そう考えるとね、マークティーガレージはいいっすよ、エアコン付きですからそこ。なのでちょっと明日300のイベントが終わったらマークティーさんのとこ行って、ちょっと寄ってね、あんまお借りしたロードを返す、ロードはのワイヤレスマイクを返すっていうミッションもあるんですけど、まあちょっと寄ってみようかなと思ってますけどね。店長ね、ここ元気創造プラザ前って言うんですよ、元気クリエーションプラザ、店長確か元気って言うんじゃなかったっけ、多分いつもここ通ると思い出す、店長、店長元気って名前だから、確か元気だって名前だと思う、元気じゃなかったっけな、忘れちゃったけど、なんかそんな感じがした、なんか違ったらすいません、だけど確か店長は元気っていうファーストネームだった気がして、すぐ着きますので、また作業の模様は後ほど。それでは。